たった一人の私の味方、元アフタースクールユイ、イジャンウを、変態。と誤解、この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。写真イコール KBS2TV、たった一人の私の味方、放送画面キャプター元、アフタースクールのユイがイジャンウが変態だと誤解した。23日に韓国で放送された KBS2TV ドラマ、たった一人の私の味方、で、は、デリュク、イジャンウ、と再会したドラン、ユイ、の姿が書かれた。ボム&フードの筆記テストに合格したドランは、面接を受けることになった。面接に行ったドランはトイレでデリュクと再会した。ドランはデリュクが女子トイレを出入りする変態だと思った。それで自身のカバンで彼を叩きながらフンドした。ところがデリュクがドランに殴られている途中にトイレの中からある男が出てきて、ドランにここは女子トイレではなく男子トイレだと言った。ドランは慌てて逃げ出した。デリュクは彼女が面接に来たことを知り、受験者たちの履歴書の中から彼女の履歴書を見つけようとした。